シャドウを続きからやっていきたいと思います。で、前回さ、俺ここ積んでたじゃん。自分の動画見直してさ、どこだろうどこだろうと思ってやっとわかったわ。罪人の推測いきます。でね、なんだっけ、牧島先生が矛盾してたんだよね。あの人さ、なんだっけ、近況情報知らないって言ってたんだけどさ、乾がなんか言い張った時、なんだっけ、あのお化け発言した時あったじゃん。そしたらその後、有村さんは学校退学した後はどこにも行ってないしみたいな感じで近況をさらっと言ったんだよね。あれはどういう意味なのか、ちょっとまあここは主人公に推理させて。まずは、そうだ、牧島の発言で気になる点があった。最初、牧島は退学した後は全く連絡も取ってないと言っていたにもかかわらず、はじめがバカなことを言った時にこの学校を辞めた後は別の学校に転校はしてないって言ってたという発言をしているね。ここ全然気づかなかったわ。だから2日目の会話も俺よ、なんつうの、じっくり聞くようにする今度から。これは少し気になるよな。全く連絡を取っていないはずなのに、まるで有村と会話したことがあるかのような言い方だ。これはかなり怪しい。だがこの発言だけでは別の誰かに聞いたというふうにも捉えられることができる。この疑惑を補強できるか情報が欲しい。牧島の職員室での様子を知ることができる人物に話を聞いてみるのがいいだろう。ってなると先生か、もう一人の先生いた。おい先生、黒崎先生、少し声を潜めてください。ちょっと話があります。あ、どないしたん。先生、牧島先生が有村さくらが退学後に連絡取っていたかどうかって知らないっすか。いやー、それは知らんけど。あー、そうっすか。あー、でも牧島先生の机に有村さんから連絡ありましたって書き置きがあったのは見たことあるわ。何？へー、牧島先生連絡してないって言うてたから多分折り返してはないんやろうけど。ひどい。いや、折り返したのか、さすがに。いや、やはり牧島は有村さくらと連絡を取っていたんだろうな。じゃないとあの発言は出ない。ありがとうございます。参考になったっす。ん？これでええんか？ええ、十分っすわ。連絡を取っていた事実を隠した理由、あいつもしかして自分が罪人だという自覚があるんじゃねえか。だろうない。出なきゃ隠そうとしないよね。てか、あの先生なら隠しかねないよね。これは大きな手がかりだ。今のところ罪人の最有力候補だ。先生が候補に上がったね。推測の域は出ないが、これだけの材料があれば牧島を罪人として吊るし上げることができる。この件についてはこれでいいだろう。お、これメモ片付いた、もしかして。お、罪人の推測完了。おお、マジか。じゃあ本当に先生なの？俺しのぶちゃんだと思ってた。よし、さっさと次の行動へ移るか。オッケー。で、ゆのちゃんがメモ取ってるって言ってたね。聞いてみよう。あ、クルス君、チス。あ、なんだ？あの、実は会議の議事録っていうのをつけてみました。えらい。なんでそんな頬を染めているの？へえ。覚えてる限り書いてみました。誰がどんなことを言ってたかとか、いろいろです。ちょっと見せてみろよ。手帳に書かれた議事録には、誰がどんなことを話したかなどが断片的に記載されていた。なるほどな。断片的だが、これを見ながらだったら会議の内容をいろいろ思い出せそうだな。役に立てそうですか？ああ、使えるかもな、これ。本当ですか？もし必要なら使ってください。あれ、もしかしてこれからヒントを得られたんじゃね？会議の内容を思い出したくなったらまた声をかける。はい、どうぞ。マジか。一応声かけてみる？確認する。ではどうぞ。目を通した。これは、あ、もう一回再生されるんだ。あー、なるほどな。じゃあ俺別に自分の動画見直さなくてもこれで見直せたんだ。まあ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 、まあ、そういう時もあるよね。うっかりさんってやつだ。あ、ここだ、ここ。ここで先生が言うんだよね。待ってね。あ、ほらほら、彼女ってこの学校辞めた後は別の学校に転校はしてないって言ってたし、で、俺ボロッと言っちゃったんだよな。ここに気づく主人公もすごいけどな。お、全く気づかなかったわ。てか、クラスの誰も気づいてないでしょ、絶対。まあいいや、とりあえず情報収集続けようか。推測は終わったけど、お？あ、これはいいか。推測は終わって、あとどうしたらいいんだろう。もう一回阿久津と犬に話しかければいいかな。あ、てか、クラス全員に話しかけようって言ってたっけ、2日目で。なんか情報もだいぶ落ち着いてきただろうしって。情報じゃないわ。感情とかもそういうの落ち着いてきて、情報収集できるかもよとか言ってたね。とりあえず乾。おい、はじめ、ツレション行こうぜ。なんだこいつ。え、いきなり何？一人じゃ心細いんだよ。一緒に行こうぜ。何お前、気色悪いぞ。なんか考えてる？トイレなら俺さっき行ったんだけど、もう一回出せ。いいから行くぞ、アホ。え、ああ、おう。ん？どうした急に。牧島に声をかけて、はじめと共にトイレに向かった。先生を問い詰める？いや、そういうわけじゃない。トイレに入ってる間は牧島がトイレ前で見張ることになっている。
ここに来てようやく犯人が黒崎を巻き込んだ理由が分かった。巻島がトイレで見張ってたり、片方がトイレに行ってたりしたら、ん？行ったりした場合の見張り要員ということなのだろう。余計なことしないためにか、させないためにか。なかなか周到に仕組まれた計画だな。特に最初に事なかれ主義の巻島に行動させて、黒崎を後ろから間違えたよ、後から巻き込むという方法がうまい。感心してる、あの主人公が。と今はそれは置いといてな。はじめ、お前に協力してほしいことがある。え、なになになに？いいぜ。まだ何も言ってねえだろ。なんか策があんだろ。俺はお前を信じてるからな。いい関係だ。こうまっすぐ言われるとなんかな、恥ずかしい。はじめ、お前にはシャワールームにいる三日月たちを助けに向かってほしいんだ。え、マジで？今すぐ？いや、その状況を俺が用意する。その状況になったらお前を指名するから、その時は状況に関わらず三日月たちを助けに向かえ。状況に関わらずっていうのは、その時にどんなことが起きててもってことだ。何をやる気だよ。本当何する気？さあな、正直まだ作戦立案中なんだ。だが三日月たちを助けるには直接向かうしかないからな。そういうことか。ああ、犯人がルール違反と判断できないような状況を作る。やるのは三日月の会議の時の予定だ。間違えた、3日目だった。3日目か。ってことはもう明日じゃん。すぐじゃん。わかった。ああ、頼むぜ、相棒。おお、それ痺れるな。最高。テンション上がってる。テンション上がるだろ。おお、いいぜ、相棒。じゃあよろしく。おお、なんかうまいこと使われてんな。はじめの協力要請はこんなところだろう。ただし、監禁者たちの安全確保にはもう一つ重要な鍵が必要だ。この鍵を手に入れるには、犯人の目的阻止が重要だろう。目的阻止。それを解決したらまたこいつを進めるか。じゃあ特に俺は今何もできないってこと？あと阿久津、なんかあるかな、まだ。ようよく眠れたか？そんなわけないだろ。まあな。まあだろうな。それで今日の会議のことか？ああ、話が早くて助かる。今日はどういう風に持ってけばいい？そうだな、今日は特定の人物を吊るし上げる。特定の人物が疑われた場合に疑いを晴らす。うわ、何これ、どうしたらいいんだろう。吊るし上げていいのかな？え、3日目まででも引っ張らなきゃいけないんでしょ？いや、吊るし上げてみるか。特定の人物を吊るし上げてみるか。それって、ああ、今回は少し攻めてみよう。だが誰よ？今回は俺も少し発言する。その時に疑うのに自然な人物を少しだけ疑う発言をする。お前はそれを援護してくれ。それだけでいいのか？ああ、でもあまりにヒートアップするようなら、誤って一旦それを引っ込めるって感じでいい。ああ、止めるのね、一回。わかった。じゃあ頼むぜ。ああ。大丈夫かな？よし、悪性指示は出した。会議の進行操作については、ここを乗り切れば完了だな。他にするべきことがなければ会議に入っちまうか。え、一応みんなに話しかけようよ。てか本当に大丈夫かな？一回阿久津、なんつうの、指示ミスして殺してるからな。かなちゃん。ね、今日はどうするの？だけ。有村さん、一体誰に裏切られたのかな？みんな一言だけかな？牧島先生、どうしてあんなに決めつけるのかしら？あ、疑ってる、疑ってる。私、有村さんと少し話したことあるのよね。あ、みんななんか、何かしらこう、引っかかるものがあんのか？みんななんか怖いよ。もうやだ。あとは、こっち。なあ、もうやめようぜ、これ。やめれないんだな。なんだよ、あの会議、こんな意味あんのかよ。こっち。こんなんで本当に罪人見つけられんのかよ。待っとけって。やべえ、頭かゆいんだけど、風呂入れないのやだよね、わかる。なんかテカテカしだすよね、髪の毛とか。もう俺無理、一日でも入れないのは絶対耐えらんない。頼むぜ、相棒。ああ、わかった。ち、なんなんだよ、これ。マジで罪人を見つけて殺すしかないのか。あれ、こんなもんか。なんかもっと貴重な情報手に入ると思った。じゃあ会議始めよっか。会議を始める。そろそろ会議始めませんか？そうね。それじゃあみんなを集めましょうか。今日は牧島先生吊るし上げるぞ。罪人特定会議2日目。で、矛盾も探さなきゃな。全員が教室の中心に集まり会議の準備を整える。2日目の会議ね。今日はどうしましょうか？そうね。どうしよう。なら怪しい人物を挙げていくってのはどうすか？昨日の会議をやった中でってことか？まあそうっすね。つうかそれくらいしかないと思いますけど。じゃあ可能性のある人たちを挙げていきましょうか。確か関わりが深かった順に挙げていくと、栗原さんたち、深見さん、それから榊さんたちってことになるんすかね。でも私たちはそんなに仲が良かったわけじゃん。まあそれっぽいこと言ってたね。まあとりあえずって感じやから。そういえば罪人って監禁されてるカレンたちの中にいるって可能性もあるんじゃない？言われてみれば確かに、
彼女たちが有村さんをいじめてたんなら一番あり得るかも。まあ、しのぶちゃんがちょっとそれっぽいこと言ってたね。いや、その可能性は低いと思いますよ。お？え、どうしてよ。もし栗原たちのいじめが原因の自殺なら裏切られたという遺書の説明がつきませんから。ああ、それもそうね。じゃあ違うんだ、やっぱこの中なのか。ですがゼロではありません。例えばいじめに加わりながら彼女を慰めていて最終的には裏切って追い詰めたなんて可能性もあるかもしれません。恐れ忍ぶちゃん、阿久津の言うことにも一理ある。特に天宮あたりはそういうことをやりそうなタイプだ。なんせ前科があるしな。えぐい勢いの手のひら返しだったよな。ただそうすると退学した後に自殺したってことになってタイミングにズレが生じてしまいますが、うん、よし、ここだな。ここで、あの牧島先生ちょっといいっすか。ん？何？先生と有村さくらが退学した後は連絡は取ってないんすよね。いや、なんかその聞き方がさ、顔がさ、ちょっとニヤついてるのが怪しいんだけど。うん、退学後は連絡取ってないけど。嘘つくね。でもさ、昨日この学校を辞めた後は別の学校に転校はしてないって言ったとか言ってませんでした？え、そんなことを言ったっけ？言った。そういえば言ってましたね。乾が転校先でうんぬんっていう発言をした後に。だよな。おー、なんかすごい焦ってる。あー、いや、それは別の誰かに聞いたから。もうそうなる。それ誰から聞いたんすか？それは誰からだったかな。確か他の先生だったような。具体的にお願いします。名前を言ってください。知らないわよ、忘れたって。怪しい。でも先生に有村さんから電話が来たことがあったんすよね。それを折り返したんでしょ？適当なこと言わないでよ、そんなのないわよ。なんで嘘を？俺、牧島先生の机に書き置きがあったの見ましたけど。あ、やばいよ。え、いや違うのよ、あれは間違いで。さすがにそれは苦しくないっすか？いや、主人公行き過ぎなんじゃない？大丈夫かこれ。教室中の全員が牧島に対して疑惑の眼差しを向ける。怪しすぎんだろ、何隠してんだよ。先生ちゃんと説明してよ。そうだ、言った方がいいぞ。いやー、ちょっと待ってよ、いくらなんでも早計すぎるわ。連絡したのを隠したからって罪人ってのは少し飛躍しすぎだと思うわ。お、先生かばった。でもなんか隠してんのは確実じゃねえか。それを聞かねえとこっちだって納得できねえよ。それはそうだけど。先生、何か隠してるならちゃんと言ってくださいよ。おお、正直に言った。ああ、もう分かったわよ。確かに有村さんとは退学後に連絡を取ってました。変に疑いをかけられたくなくて黙ってました。これでいいでしょ。ああ、なんか先生らしいわ。開き直ったような牧島の言い草に全員が困惑した様子を見せる。で、何を話したんすか？別に、単に退学の手続き関連のことよ。その時に転校はしないってことを聞いただけ。ああ、なるほど。なんだよそれ。じゃあ隠すまでもねえじゃん。だってそんなこと言ったら私が罪人候補に入っちゃうじゃない。わざわざ言う必要ないと思うけど。いや、もうそういうこと言っちゃダメ。ああ、そうですか。この人ここのクラスの担任できないよね絶対。みんなからの信用絶対得られてないよね。でも牧島先生、分かってるんですか？今のところあなたが罪人候補として最有力になりましたけど。分かってるわよ、だから言いたくなかったのよ。何よそれ。この状況で隠し事するなんて最低。凛たちの命がかかってるんだよ。いや、もうそうやってかなちゃんもなんかやたら突っかかるのが気になるんだよな。でも私は罪人なんかじゃないわ。そもそも彼女を裏切る以前に私は信頼なんてされてないからね。そうだな。とりあえず落ち着いてください。お、止めてくれた。そうよ、みんなヒートアップしすぎ、落ち着いて。だけどかな、確かに牧島先生は隠し事をしてたけど確定できる証拠がないわ。この状態の牧島先生を殺せる？それはそうだけど。こらあかんわ、一旦会議終わっといた方がええかもな。え、いや、ですが。いや、もうしょうがない。阿久津、黒崎先生の言う通りだ。今日はこの辺で終わった方がいい。まあ、それなりの情報は得られたけど。てかもう最終日目前だけど。わかった。結局この日の会議はこれで終了ということになった。どうすんの？お疲れ。クルス、なぜ会議をあそこで終わらせたんだ？まだ続けるべきだっただろ？いや、あれでいいのさ。だがもう2日目だぞ。あと1日しかないんだ。まだ1日あるじゃねえか。冷静。何か策があるのか？ああ、いろいろ見えてきた。考えりゃわかる。お前の仕事はこれで終わりだ。あとは俺がやる。わかった。さて、会議の進行操作はうまくいったな。これについては終わりでいいだろう。本当に？あと何個？3つぐらいあったかな。進行操作完了。
よし、明日の会議までに残りをすべて片付けてしまおう。見とけよ、最高野郎、絶対ぶっ潰してやるからな。すごい言われよ。あ、これ3日る。あ、違ったわ、シャワールーム編。もう疲れたよ。そうだな、2日目。そうね、硬い床で眠らなきゃいけないのはきついわ。全然疲れが取れないし。ここで一晩を過ごして、室内のみんなに疲労の色が見えてくる。向こう、どうなってるのかしら。それがわからないのは不安よね。大丈夫よ。装置が作動してない時点でうまくやってるってことだから。作動したら終わりだけどね。もうそういう悲しいこと言わないの。ね、本当に私たち助かるんだよね。わからないわよ。でも私たちだけじゃどうしようもないし。リン、あいつはどうしてると思う？これはクルスのこと？あいつ、おそらくクルスのことだろう。カレンもこの状況をなんとかできるのはあいつくらいだと思っているらしい。さあね。でもあいつなら絶対何かやってるわよ。私たちも助けてくれるかな。大丈夫だよ。そこは大丈夫よ。敵対さえしなければね。そう？あの、誰の話？怒りた、かんだ、怒りたって言った。怒れた救世主の話よ。何それ？まあ、そうなるわな。さあね。そろそろ二日目が終わる。明日は最後の日だ。本当に頼むわよ。信じてるからね。任せて。俺わかってないけど。とりあえずメモを消化していこうか。最終日。あれから教室内の空気がかなり悪くなっている。マキシマに対する疑念が膨らんでしまったせいのようだ。さて今日までにこの事件を起こした犯人を見つけ出して三日月たちを救わなければならない。さっさと犯人の目的を阻止しないとな。一度しっかりとそれについて考察してみるのがいいだろう。行動するのはそれからが良さそうだな。わかった。まあ、あとユノちゃんに話しかけられるだけか。とりあえずメモ。いや、一旦セーブしよう。怖いしな。セーブ。で、メモ。あ、なんだかの方ね。あと3つだね。なんだっけ。犯人の目的を阻止か。これ。犯人の目的を阻止することについて考えてみよう。はいはい。犯人は有村さくらを自殺に追い込んだ人物を特定し、殺すことを目的としているようだ。これを阻止せねばならない。うん。なんかこれについていろいろ気になることがある。何？昨日の会議で俺は牧島を罪人として吊るし上げて犯人に何らかのアクションを起こさせる予定だった。しかしあれだけ牧島の不審な点をむき出しにできたにもかかわらず、それらしいアクションは何一つなかった。このことから考えられる説とは何だろうか。犯人は教室内にいない。牧島が犯人である。犯人の目的は別にある。別にあるのかな。待ってよ。あそこで吊るし上げたんだったら、もし違う人物だったら、待てよ。違う。先生が責められてる。先生は犯人じゃないってことでしょ？うん、そうなるね。犯人は先生じゃないってことになるから、目的は別にあるなのかな。犯人の目的は別にあると考えるのはどうだろう。例えばそもそも犯人の狙いが有村さくらを自殺に追い込んだ人間を特定することなんかではないとしたら。ん？なんせ今回のこの会議で有村さくらを裏切った人間を特定するにはあまりにも難易度が高すぎる。反省させたかった？なんだろう。教室から出られない、外部に連絡もできない状態では有村さくらについての情報が何も得られない。しかも時間も3日だ。どう考えても証拠をつかんで罪人を特定するのは不可能だ。この説は案外的を得ているかもしれないな。考えていて一番しっくりくる。もうすごいかっこいいわ、この主人公。なんか俺も学校でこういうかっこいい推理したかったわ。絶対無理だけど。ならばこの説を補強するための根拠は何だろうか。監禁場所の特徴、この会議のルール、有村さくらの衣装違う？確か裏切られたとか言っていう内容だったな。その衣装が根拠？違う気がする。違ったっぽいわ。恥ずかしい。待って。目的は別にあるでしょ。この会議のルールかな。この会議のルール？今回のこの会議のルールにはいろんな違反行為があったな。外部への連絡禁止に、不必要な教室からの外出禁止に、携帯電話の使用禁止だ。ああ、なるほどね。情報を得る行為すべて遮断されてるってのがおかしいよね。犯人の特定が余計困難だもんね。この違反行為、一見当然なことを言っているようなのだが、どうにも違和感がある。強制力が弱いという点だ。弱い。特に不必要な教室からの外出禁止ってのは、正直その気になればいつでも外に出られてしまう。それを防ぐなら、教室をシャワールームのように物理的に出られないようにすべきだ。そうでなければ極端な話、教室を出ればそいつを殺すとか、それくらいはあってもおかしくなかった。
だが教室内にいる俺たちには全く被害がない。これじゃあこの状況に耐えられない誰かが最悪教室を抜け出してしまうということも十分あり得る。これだけ用意周到な計画で、これについての対策が監禁者たちの殺害予告だけで抑止するというのは詰めが甘すぎる。ならばこれを踏まえた上で、犯人の本当の目的として妥当なものは何だろうか。ああ、人間関係の崩壊か。なんかこれな気がするな。牧島に対する報復、いや多分これでしょう。いやこれでクラスの人間が、あ違ったわ。じゃあ牧島の報復だわ。多分そうだわ。別にある。マジか、人間関係崩壊だと思ってたな。監禁場所の待って、なんだっけ、あルールか。あーじゃあ先生憎んでるのか。これだ。あれ違う。嘘。じゃあもう一個の方。みんな気づいてた？俺だけやっぱ気づかないの。この会議のルールんーで、結局は、じゃあなりんちゃんはでも関係ないんじゃないの？そうだ、おそらくこれだろう。つまり犯人はあえてルールに穴を作ることで、意図的にルール違反を行わせて監禁者たちを抹殺する口実を作ろうとしているのではないだろうか。そう考えると、犯人が牧島が明らかにおかしな発言をしたことに対してアクションを起こさなかったことにも説明がつく。こんな会議を開いたのは、有村さくらの自殺という事件を利用して本来の動機から目を背けさせるためだろう。こう考えると犯人の理想形もいろいろ見えてくるな。よし、ここまで考えられればもういいな。犯人の目的を阻止するってことは、監禁者たちの安全確保をすることと同義だ。じゃあこの件はもう考える必要がない。メモから消しておくか。おお、メモから消された。主人公すげえな。りんちゃんそうなの？どうなの本当に。もう少し頑張ろう。犯人の罠、これか。犯人への罠について考えてみよう。犯人の本当の目的はおそらく三日月たちの抹殺だ。だね。ならばこれを踏まえた上で、犯人に罠を仕掛けなければならない。一番手っ取り早いのは罪人をでっち上げてしまい、そいつを殺してしまうことだろう。ってことは殺すふりか。条件にいろいろ合致しているのは牧島だな。あいつを罪人として死なせてやればいい。ならば牧島にこの件を実行してもらうよう交渉しに行くか。交渉を成功させるためには牧島の性格をよく考えなければならない。ここ気をつけよう。なんだと。で、あと監禁者の安全確保、これは初めが行くんじゃない。罪人の推測ができたことで、犯人の目的阻止に一歩近づいた。これなら動き出すことができる。教室から出ることができない現状だと、シャワールームへの干渉はほぼできないだろう。つまり塩素ガスの物理的な阻止は現状不可能。ならば三日月たちをあの場所から脱出させるしかない。内部からの脱出が不可能ならば、外部から助け出すしか方法はない。この件については俺一人じゃ無理だろう。確実に信頼できる人物に協力を頼むことが重要。これは犬でしょ。はじめへの協力を要請した後は、この件を実行に移すことなんだが、犯人の本当の目的はおそらく監禁者たちの抹殺にある。言ってたね。だとすれば、これこそが犯人の目的阻止となるだろう。はじめには直接三日月たちを助けに向かってもらいたい。ならば俺はあいつが教室から出るにあたって、自然な状況を作らなければならない。犯人への罠を仕掛けられれば、この件は解決できそうだ。犯人への罠はな。一旦牧島先生に話しかけるか。間違いないように気をつけよう。クルス君どうしたの？さて、牧島を利用してやるか。先生、トイレ行きたいんすけど。またなんか多くない？いいじゃないすか、腹痛いんすよ。漏らしちゃってもいいんすか？違う意味で大惨事になりますけど、俺を社会的に殺す気ですか？もう分かったわよ。まったくめんどくさいわね。だんだん本性隠さなくなってきたな。やはりこいつは犯人じゃないだろうな。お願いします。ほらさっさと行って、君以外にトイレ行きたい人はいなかったんだから。好都合だ。俺以外誰もトイレに来なかった。誰か来た場合は全員戻るまで個室にこもるつもりだったが、そんな必要もなかったな。牧島に交渉を持ちかけるなら今だな。さあどういう風に行こうか。どういう風に？情に訴える。はったりで脅す。はったりだな。絶対情とかに訴えてもこの人反応しないよ。さて牧島先生、そろそろ腹を割って話しましょうか。は？何言ってんの？なあ先生、あんた今回なんで犯人に従ってんの？それは栗原さんたちが危ないから。違うでしょ。あんた生徒のためにこんなことに従うタイプですか？どっちかって言ったら、そんなこと気にせずにすぐ警察に連絡しちゃう人ですよね。バカ言わないでよ。そんなわけないじゃない。いや、しちゃうね。絶対しちゃう。
隠さなくていいんすから俺知ってますし。は？何よ起きたはったり。あんたが犯人に従わされてる理由だよ。弱み握られてるんだろ。まあはったりなんですけどね。でもこいつがおとなしく犯人に従うってのは少し不可解だ。こいつは人のためにこんなことをできるタイプじゃねえ。証拠は知ってるなら言ってみなさいよ。証拠俺に言わせんの？だってそんなのないもの。ああそう、じゃあいいっすわ。次の会議であんたの弱みってのを全部言ってやりますよ。そしたらみんなあんたを殺す動機ができちゃうかもしれませんね。え、ちょっと。いいっすよね、なんもないんでしょ。だったらあんたを罪人にした上で全部話してやるよ。みんなもさ、今回の事件にあんたが協力してることが分かったら決心つくかもしれないですしね。ちょっと待ってってば。焦ってる。ハッタリって思ってるなら別にいいじゃん。せっかくあんたにチャンスを与えようと思ったのにな。交渉の余地もないなら黙って見とけ。じゃあな。分かったわよ。お、何が？何か望みがあるんでしょ。早く言いなさいよ。そんなに慌てないでくださいよ。ちゃんと計画はあるんで。俺は牧島に自分のメモを破いて渡す。お、これは？あんたがやる内容だ。タイミングは今日の会議の最中。必要なものも書いてある。十分用意できるだろう。牧島が内容に目を通す。本当にやるの？これ。ああ、それしかない。それさえやってくれれば、あとは俺が何とかするから任せておけ。信じらんないんだけど、たかが高校生のあんたに何ができるっていうのよ。任せておいて。俺の前歴知ってんだろ。こういうのは得意なんだ。でも、やらなけりゃあの件を暴露するだけだ。他に道なんてねえと思うけど、あくまで脅しはやめないんだね。わかったわよ。じゃあ頼みますよ、牧島先生。はあ、まったく、まあ、しょうがないよね。これで交渉完了した。こいつがうまく作戦を実行してくれればこの件は成功だ。あとは俺が会議中にうまくやるだけだ。牧島頼むぜ。もう呼び捨て。これでメモ結構もう埋まったんじゃん。犯人への罠ができたんじゃないのかな。あれ、じゃあこれは別に埋まるわけじゃないのか。え、このまま会議入っていいんかな。じゃあ今回はこれで終わって、次回会議から入ろうかな。それではシアンでした。またね。